芋と小豆の二層羊羹、秋の味覚さつまいもの簡単スイーツですね。はい、自然のですね甘さを生かしたスイーツになってまして、あのさつまいもたくさんスーパーに並んでますが、はい、ぜひ秋の味覚を楽しめるスイーツとして一緒に作っていきましょう。はい、では材料から見ていきます。こちらです。材料は作りやすい分量です。さつまいも 600g、 きび糖 100g、 ゆで小豆 200g、 粉寒天は小さじ2、4g ですね。水は2カップ 400ml となっています。かなりシンプルな材料です。私でも作れるということで頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします横からで心配の声聞こえてますけど頑張ります。はい、ではまず、はい、あのメインのさつまいもですね、はい、一口大に皮を剥いてから一口大に切ってください。で水につけたアクを抜いていただけたらと思いますが、潰しますので、はい、適当なサイズで OK です。よし、頑張って潰すぞ。そう、クラッシュ玉谷ですから、はい、で潰したものが、はい、で水を切って、うん、耐熱用の容器に入れて、はい、ラップをして、6分半から7分加熱していただいたものですね。でこれを綿棒やフォークなどで潰していただけたらと思います。はい、色も綺麗になりましたね。はい、私一応じゃあ潰すふりだけしますね、はい、ここで、はい、どんな感じで潰すかを、はい、こうやって潰します、はい、そしてだいたい潰し終わったら、はい、こちらにきび糖を入れてまた混ぜながら潰してください。えどさこれをじゃあ混ぜながら、はいはい、また潰しながら混ぜる感じなので、途中で入れる感じでもいいですね。はい、あ、はい、もう香りはなんかお芋のスイーツ、スイートポテト作ってる気分ですよ。そうですね、一緒です、うん、で温かいので砂糖も溶けながら混ざっていくかなと思います、うんうん、確かに馴染んでいってます、はい、ここで全体均一に混ざるようにですね、はい、馴染ませてください、味を。はい、はい、いいと思います。いいですね。いいと思います。そして次はですね、うん、寒天を今日は使うんですけれども、粉寒天と水をフライ、鍋に入れていただいて、沸騰させて1分ぐらい加熱していただいたものがそちらですね、はい、ぜひ止まっていただいて大丈夫です。はい、でそれを、今今日半量で作ってまして、はい、その 200cc あるんですけど、そのうちの 150cc 分を、緊張の瞬間ですね、さつまいもに、残りを小豆を固めるのにゆで小豆に混ぜていきます。わかりました。じゃあ一旦こっちにお芋の分の 150ml を移して、はい、もうこのぐらいでいいですね、はい、ざっくりですけどね、ざっくりで、はい、ざっくり、ちょっと足りないけどまあいいや、大丈夫、はい、芋固まりますからね。そして残りは、じゃあ小豆の方ですか、はい、こっち、ゆで小豆が小豆の方に入れます。もう入れちゃいますね、すいません、そのままもうなんかお家のキッチンみたいになってきてます。効率重視。よし、はい、じゃあそれぞれ混ぜてください。はい、お芋を混ぜて、混ぜて、こう、そうだ、固まる前に混ぜちゃわないとですね。でもこれ常温にならないうちは固まらないので、温かいうちにやってれば慌てなくて大丈夫。じゃあ初心者にも優しいですね、はい、素敵。じゃあこっちも混ぜますね、はい、小豆も混ぜてください、はい、これはゆで小豆ですね、はい、ちょっと粒感がありますかね。もうこれだったら私でも本当できそうです。潰して混ぜるだけ。はいはい、混ざりました、はい、そうしましたら、うん、型をですね、準備していただいて、はい、今日はちょっと容器、透明の容器にしてますが、うん、お菓子の空き箱とかでもいいです。へー、はい、そちらにクッキングシートを敷いていただいて、はい、生地を流していきます。流していきます。はい、じゃあお芋の生地をダーッと流してください。緊張するな、すいませんね、カメラさんのこと超無視してますけど。ダメですよ。ほらほらほら、もうもうピンチですからね、ピンチ。今落ちてる様子は見えます。落ちてる様子は見えますか、はいはい、あ、見えますね。でもうまく2層になるんですか。あ、ちょっと手が震えてきた、ちょっとまずい、はい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 、もう大体入りました、はい、OK、 多分大丈夫です。はい、じゃあ平らにならしてください。はい、ちょっとそれっぽいですよね。はい、で、はい、で上に小豆も均一になるように流してください、はい、粒がぜひこう均等になるようにならしていただいてですね。横の宮下さん絶対心配してますからね。いや、きっと出来上がりましたよ、はい、これで。あとは粗熱が冷めたら冷蔵庫で冷やしていただいて、はい、カットして完成になります、はい、わー、出来上がりです、はい。